ったニューイヤーオークションとは何か、ハヤマンが選ぶ注目コインを紹介していきます。今年1年のコイン市場の動きはどういう風になるのか。どうもコイン投資の鬼ハヤマンです。ハヤマンさん、はいはい、どうしたニック。はい、そろそろニューイヤーオークションが開催されますね。そうですよニック、はい、ようやく始まりますね。はい、まあ、ニューイヤーオークションが1月17、18日で開催されます。これは見逃せないんですよね。なんてったって新年一発目の大型オークションですから。そうですよね。やっぱりこの新年一発目というのは大事なんですか。もちろんだよ。だってこれはね、後でちゃんと話すけど、はい、投資家やディーラーにとっては今年1年の指標になるような特別なオークションなんだよね。だからそういうふうに考えてる人が多いんだよ。ただの大型オークションではないんですね。当たり前でしょうが。なんかいいじゃない、運気もそうだしさ。そうですね、いろんな意味で特別なオークションなんだけど。まあ確かにどんな意味があるのとかね、その、まあ、普通のオークションと何が違うのっていう疑問もありますよね。わかります。なので今回はニューイヤーオークションについての軽い説明と、そしてそこから導き出す僕の考えを話していくっていうのはニックどうかな。わあ、いいですね。ニューイヤーオークションがどんなものか気になってたんですよね。任せてよ。じゃあ今回はニューイヤーオークションとは何かっていう話と、大事な理由、そして最後にハヤマンが選ぶ注目コインを紹介していきます。ここだけの話、ハヤマンがニューイヤーオークションをどんな観点で見ているのか、そこをお話ししていきます。楽しみですね。これはニューイヤーオークションが終わってからも動画を出したいですね。そうだね。ニューイヤーオークションが終わったら、その、ね、結果に対してのコメント動画アップするようなの面白いかもしれないね。なのでチャンネル登録をして見逃さないようにしてくださいね。それではニューイヤーオークションについて話していきます。あ、ところで早間さん、はいはい、この新年一発目のオークションのことをニューイヤーオークションっていうふうに呼ぶんですか。あ、まあ、それはちょっと違うんだな。まあ、この話をする前にニューイヤーオークションってどこのオークションハウスでやってるかニック分かる？これ確かヘリテージですよね。そう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 、その通り。僕らがニューイヤーオークションって呼んでるのは、アメリカ最大級のオークションハウス、ヘリテージオークションで開催されるオークションのことだよね。はい、今年、まあ、2022年は1月18日にダラスで開催されます。でも確かちょっと前にもヘリテージでオークションやってましたよね。そうだね。まあそれは1月10日に開催されたプラチナナイトっていうヘリテージのオークションじゃない。でもこの時の出品数は396枚だったかな。1月18日にダラスで開催されるニューイヤーオークションは1485枚なんだ。出品数が桁違いなんだよ。あー、これ全然違うんですね。うん、なるほど。ヘリテージオークションが新年に開催する規模の大きいオークションをニューイヤーオークションと呼ぶわけですね。その通り。注目度も高くて、ほとんどのコイン投資家、コレクターの人は見るね、一番ね、コイン業界で年に一度の一大イベントなんです。この冒頭にもお話しいただきましたが、この年内で最初というのは、うん、投資家さんやコレクターの方にとって特別な意味があるものになるんですか。それに関してはね、実はニューイヤーオークションだからこうだよねっていう、みんながみんなね同じように感じる特別な意味っていうのはないんだよ。もちろんね、新年最初だから験担ぎみたいなね特別感っていうのはもちろんあるんだけど、まあそういった意味ではね納得できるけど、いろんな考えでね参加する人はもちろんいるよね。はい、例えば普通に普段のオークションと変わらないスタンスで参加したり、はい、参加者が多いから自分のコインをここで売りに出してみたりとかね。でも参加者は多いんですね。うん、めちゃめちゃ多い。はい、大体のコイン投資家の人は参加するんじゃないかな。まあ、そもそもヘリテージの規模が大きいっていうのもあるんだけどね。まあ、この新年一発目で規模が大きい、うん、でそれ以外に早間さんはこのニューイヤーオークションに特に思うことはないですか。いや、僕もね、あるよ。冒頭でちょっと話したのは、はい、ニューイヤーオークションを基準に今年1年の投資の計画を練り直したり、ディーラーが自分の扱ってるコインの価格を設定し直すための基準に なるっていうね、そんな話があるんですよ。ニューイヤーオークションに参加することで、その1年の投資計画やディーラーとしての価格設定の判断基準になるということですね。そういうこと。もちろん全員が全員とは限らないんだけどね。まあ、僕としては今年1年のコイン市場の動きはどういう風になるのか、これを見極めるためにオークションには参加しようと思ってます。落札はするかどうかはわからないんですけど、流れは追っておくためには参加する必要が必ずあります。ハヤマンさんとしてはこのニューイヤーオークションの結果を踏まえて今年1年の予測を立てるといった感じですかね。まあそうだね。まあそこからまた分析を重ねてね、今年買っておけば利益の出そうないいコインを考えたりします。おー、それはぜひ教えていただきたいですね。まあこれはそうだね。でも話すにしてもこれはライブ配信にしようかな。やっぱりいつもね見てくれてる人たちのために情報を届けたいし。それもそうですね。なので皆さん、具体的なハヤマンのアンティークコイン2022年の見通しはライブ配信でお届けしますので、テーマや日時に関しては毎週告知をしている LINE、
そこから概要欄、これをね、概要欄から手に入れてチェックしておいてくださいよ。ここでまた質問などいただけると嬉しいですね。そうだね、まあ皆さんとの交流ができるライブ配信、いつもね、楽しみにしております。ちなみに今回のニューイヤーオークションについては、葉山さんがこの気になっているコインなんかありますか？うん、それ聞いちゃう、ニック。はい、どうでしょう。まあもちろんこの動画をね、見てくださっているあなたに少しだけお答えします。今回のオークションで僕が気になっているのは、ドイツ1661年ミュンスターターラー銀貨 MS64 の NGC の最高鑑定品でございます。そして2つ目はイギリスの1893年ビクトリアプルーフクラウンプルーフ65カメオ NGC で、ね、ここ数年でね、価格が倍になってるもんなんですよね。すごく伸びてる。そして3つ目、アッティカアテネ、まあテトラドラグマでございますね。紀元前440年から404年、まあ、NGC の英雄スター55ですね。まさに5555のフルクレスト、頭のね、冠が全部入ってる最高のデザインがいい、このコイン今年めちゃめちゃ上がると思っております。まあ他にもあるんですけど、まあ他にもそれで言ったらキリないな、15枚ぐらいあるのかな。まあこれぐらいかな。まああんまり詳しく言いすぎるのもフェアな感じがしないので、動画の中で話すのはここまでにしておきます。うん、新年一発目のオークションがどうなるのか、これ楽しみですね。そうだね、僕はもちろん個人的にディーラー目線でオークションを見ますけど、ぜひ皆さんにもね、コイン投資家としてオークションに参加、もしくは結果を見て投資計画を考えられるようになっていただきたいです。そのために2022年もコイン投資のことは早まんにお任せください。あなたの疑問、そして不安、すべてを解決できる動画作りを行っていきます。今年もよろしくお願いしますね、早山さん。任せて、オスオス、はい、ニューイヤーオークションが終わればね、それを踏まえての動画もね、感想動画もアップする予定なので、お見逃しなく。そして今年のコイン市場の予想に関してはライブ配信でもお話ししますので、そちらは概要欄の LINE からいつ配信されるのか情報を見逃さないようにしてください。ハイマンさんはニューイヤーオークションを見て今年のコイン市場の動きを予測するんですね。うん、もうこれ俄然楽しみになってきました。そうだね、まあ2022年も情報に騙されずいいコイン投資をできるように一緒に頑張っていきましょう。それではおやすみ。